ある日の出来事。あ、差し入れ忘れてきちゃった、玄関に。なんかね、ショック。どっかに買おう。ということで、この間玄関に忘れてしまった差し入れを観光さんに届けに来ました。お疲れ様でした。はい、忘れてしまったですね。洋国でなんか噂の、見ましたよ、なんか差し入れを玄関に置いてきたんです。そうなんです。玄関置いてたやつ。はい、賞味期限大丈夫？あ、大丈夫です。これなんか俺体調崩したらこれですね。ありがとうございます。はい、楽しみ楽しみ。いいですね、ちょうどいいんですよ、こういう軽いやつ。大丈夫です。いや、もうおせんべい系だなってことよくあります。この間、舞台を終えて、どうでした？いい感じになりました。お客様。はい。でも、公演自体は公開しようと。はい。ありがとうございました。すごい勉強になりました。弱みをつかんだと思ってた。これで何も言わせねえぞ。私、あの芝居見ましたよ。どうすればいいんですね。はい。ああすればいいんですね。頑張ります。観光さんから皆さんにメッセージをいただきました。それでは早速どうぞ。見に来てくださいね。辻さんも出てますからね。苦しんでますよ、役作り。はい、頑張ります。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。